いどうも、おはこんばんにちは、ホットバッツのテキサスです。そしてバント失敗したらベンチに帰りにくいアジです。そしてシャチホコのシャチです。よろしくお願いします。誰ですかシャチさん。初めて来ましたシャチさん。誰ですか、いました、そんな人。はじめましてですね。よろしくお願いします。今日出てます、シャチさん。今日出てますよね。そうです、1ヶ月ぶりに1ヶ月ぶりに来ていただいて、多分名、そうですね、ここの名前はサクになってますね。まあ、これからシャチに変更ということで決まりましたので、よろしくお願いします。初解説よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、これ天気いいですね。あ、そうでもないですね。曇ってました。1階の表、1番笹さんですね。まあ、どうですか最近の笹さん見てて。っていうよりも今あのたこ焼き焼いてるんですよ。はい、バックで聞こえますこのジジジジって音。あ、今たこ焼きパーティーしてますね僕ら。はい、ちょっと楽しいとこなんで別に笹さんの話は別にじゃないかなと思ってます。まあ、ちょうど美味しそうな色ですね。そうですね。あ、いいですね。ちょっと一つ食べたいですね。はい、コーンが入ってます。あと何入ってます。タコ。お、女性陣の声が来ましたよ今。皆さんタコ出しそうです。おっと、あ、私のヒットはここ触れときましょうか。調子乗ってますね。綺麗なセンター返しました、ね、あれだんす、シャチさん。いえいえ、こんにちは。ちょうどこの時あの、はい、シャチ審判してたんですけど、後ろから見ても綺麗なしてますね。この4番若大将もセンター前詰まってたと言ってましたけど、しっかり抜けていっての5番陣チャンスですね。ツーアウトからこの連打でチャンス作るのいいですね。いいですね。ただここに関してはサードフライ、1点取れないという流れで1回の表終了して裏、これ今日先発私ですね。テキサスが投げてます。キョッチョ調子いいですね。最近ね、あのトレーニングしてるんですよ。へえ、だから調子いいです。だから調子、なんどういうトレーニング具体的に。チューブでインナーを鍛えたり、はい、あの羽打ちしてるんですけど、はい、あの羽を思いっきり投げたりして、はい、やっぱり今って週1しか野球しないじゃないですか。まあ日曜日大体僕らそうですね。なんでそこで週の2回投げることによってやっぱ肩の調子がいいと、はいはいはい、っていうところを心がけてます。はあ、そうですか。そして1回これフォアボールが出てますね。3番バッターに対してこれいいプレーでしたね。はい、さ、あの肩鍛えてるんでね、いいファースト投球できましたよ。はい、こういう2アウト、まあ、ピッチャーからしたらすごい助かったプレーでしたね。そして3番バッター、ここを切れればよかったんですけども、フォアボールで、まあこのランナーを出すっていうところがちょっとね、ピッチャーとして今年の課題って何でしたっけ。ノーフォアボールなんですけど出てしまいました。もう2個出してますね。2個出してますね。そしてこれサード強襲ですね。ニーアンの胸に当たったんですけども、1塁2塁かなり痛がってましたね。なんか入った言ってましたね。入ったとは、とはなんか悶絶してましたよ。この後ベンチ帰って喋れてなかったですよね。喋れてなかった。はい。そして1回の裏終わりまして、2回の表 JJ のバッティング、これこそ見逃し三振で、アジさんなんかリラックスして打たせ入ってますね。最近もう打てる気しかしないですよ。サード上手いですねこれ。無視すんな。サードがうまかった。これでツアウトですね。本当にうまかったサード。はい、そしてモンスター、ここはセンターフライですね。正面でした。ここも結局三者凡退で流れ作れないという攻撃ですね。まあ、前回の試合完封負けしてますから、なんとかね1点取りたいとこなんですけども、取れてない状況で、こういい動きですね。やっぱ機敏ですよねこのキャッチャー。 あ僕か。はい、で続きまして次のバッターが、これがねちょっと右中間にねボコンと打たれたんですよ。いいバッティングでしたね。ただ高めに浮いちゃったんでね、高めに浮かなければってところでしたね。これもテキサさんの課題なのかなと思います。はい、次のバッターですね。このセーフティーバントですよ。これはうまい。もうねお前投げるなしか言えなかったですもん。で盗塁はされたんですかね。されましたね。はい、で三振に打ち取ると。でチェンジアップでしたね。良かったですね。でね、ここでね打ち取ればっていうところだったんですけども、珍しい名手の高がここ落としちゃうんですよね。で1点エラーで入ります。ちょっと嫌な流れですかね。そしてここショート陣いい声でしたね。ね、俺行く俺行く俺行く言ってましたね。そんな声でしたよ陣さん。はい、で続きますヘルパーさんですね。
ああもう上の顔ぐらい見るバッティングですねこれで、ショートゴロでワンアウトとで、続けましてシャチさん、あ、シャチさんどうですか、貫禄の引っ掛けですね、綺麗なサードゴロこれもよく見るやつですね、よく見るやつです、得意なやつですね。そして笹ですね、ここはショートゴロなんですけども悪送球で、2塁まで進んで2安のところ走っていきます。ただこれがアウト、ただショートはセーフでやってるんですけどね。そうですね、本当ですね、相手のショートさん、まあ、際どかったですね、はい。そしてここもまたフォアボールからスタートですね。先頭のフォアボールちょっとね硬いです ですね。そしてランナー2塁に進んでショートゴロでワンアウト、はい。モンスターいいカバーしてますね、毎回ライ毎回そうですね、はい、だいたい画面から消えてますね。そしてこれレフトオーバー、ヘルパーさんの上を越えていきましたね。でもヘルパーさん取れたって言ってますよ、だから実質ヘルパーさんのエラーですねこれ。うん、そういうことを言うんだったら取ってほしいですよね。ね、ちょっと良くなかったですよね、それ。はい、じゃあ取れよって思いますよね。はい、そしてここが出ちゃいましたね、サシさん。シャッさんあ、ごめん、いやごめんなさい、完全にたこ焼きの方見てましたけど、ね、タコパ楽しめますねちょっと環境が悪いですね、環境が悪かったです、はい。そしてサードゴロで、次のバッターに何喋っていいか分からない激しく激しくで、三振で3回の裏終了ですね。そして2安からですね、ここはピッチャーゴロで、先頭が出れない。最近の課題ですよね、先頭バッターが出れないっていう。ちょっと多いですね。そして私ここ、まあ、ちょっと雑な打席になってしまいましたね、見逃し三振。カットしないと際どいところは。そうですね、振っていくべきでした ね見逃し三振というのが一番重要。何も起こらないですかね、はい。ただ相手の変則的なピッチャーがいろいろ投げてきて、はい、すごいなんか練習になりましたよね。こういうピッチャーとかも打っていかないと。そうなんですよね、結局こういうピッチャーから点取れないってね。そうですね、課題ですね、はい。して4回が終わりました。して私まだ投げてます。これいいコースに低めに決まりましたね、落ちましたね。まあ、まだ3点なんでね、なんとかここ抑えればっていうところなんですけども、またここフォアボールでランナーを出します。なんか投げにくかったんですか。あ、ちょっとマウンドがないグラウンドだったんで、まあ、少しちょっと投げづらいっていうのもあったんですけど、まああんまり言い訳してもしゃあないんで。大人になりましたね。まあまあ26なんでねそしてここ、あ、シャチさんいい動きですね。そうですね、久々の守備だったんですけど、この回からセカンドに入ってますね。ニーヤンが DH に退いてます。サードは高ですね。そしてここピッチャーフライ、まあ、去年だったら落としてますね。間違いなく落としてますね、はい。まあ、外野用のグラブに変えたので落とさなくなりましたね。そしてアンさん、こんなバッティング見たことないですよね。去年ね、下今年の私は皆さん注目ですよ。でモンスターが三振と、でヘルパーが変な構えでファボルと。ヘルパーさんね、選球がいいですもんね。まあ1試合に大体1個は出塁しますね。で走塁走っていくとちゃんとアシストしてるんです。そうですよね、シャスさんの空振りのアシストも素晴らしかったですね。でこれアシストじゃなくてしっかり三振しっかり三振でしたね結構離れてましたね、今全然タイミング合わなかったそして5回の裏に進んで、またフォアボールです。何個出すんですか、この大きい。いや、6個は出してましたね。6個が多いですね。そして、これサードセカンドだけだ、ね、そして、シャチさん、シャチさん、あのしっかりスリーバンになってましたね全然逃げれなかった。ウイカンスリーバン、上に行くよりはマシでしょ。そして、これ自分が騒いて2アウト、ランナー2、3塁、まあ、ここどうでした、リードキャッチャーからして。
いやー、ストレートを要求したんですけど、間違いなくチェンジアップやったなって、もう今も後悔します。僕も投げて後悔します。完全に浮きましたね。そうです、浮いたボールを、ね、はい、捉えられました。で、次のバッターをサードゴロに打ち取ってチェンジ。まあ、5回終了で6点、かなり厳しいですね。あと2イニングですね、攻撃は。そして先頭バッターの笹さんがここピッチャーゴロ。まあ、先頭出れてないですね。本当そうですね、本当に。そしてミヤンがこれ振り逃げですね。で、今あれですね、たこ焼きの具はキムチが入ってますね。はい、そして私のところミヤンが走ってってセーフと7、2塁。そしてここ、ね、ちょっと抜けたと思ったんですけど、セカンドがうまかった。まあ、最低限の進塁打ができまして、ツーアウトランナー3塁で若大将。よく出ますね、この人も。すごい重量とかでかい。そしてこれ銀の打席、ここシャシさん、ここ疑惑の判定ですね。疑惑の三振。しばらくジンさんと目を合わせれなかったこうなってますやん。でピッチャーが若大将に変わります。まあ大体荒れてますよね、最初の方。そうですね、彼は。あー、デッドボール。痛そう、本当に痛そう、ね、こういうファースト気まずいんですよ。あー、なるほどね。すっごい言わないといけないんで。そしてサード JJ がお手玉したんですけど、しっかりとカバーしてアウト。でここセンターサスさん、タッチアップ、ここカットまでワンバウンドなんですけども、素晴らしいボールがいってランナーを刺すと。これめちゃくちゃ褒めてましたね、アジさん。だって初めて見ましたもん、カットまで掘ってるところ。あ、サスさんがですか。初めて見ました。過去の動画見たんですけど、はい、一切なかったですね。あ、でジェイジェイがサードフライ。そしてここホットアイ入れてます。アジさんの打席です。まずですね。そして2球目ボール。3球目狙ってたんですか、これ。狙ってますね、ノースなんで。ここ振ったろうと思ったんですよ、と手が出なかったですね。でこれストライクで、ワンストライク、ツーボール。そして4球目、このバッティング。ピッチャーライナー。やっぱりピッチャーうまいっすよ。うますぎますね、反応が素晴らしかった。そしてアジさんの方、それはね、まあ、こうなりますよね。そりゃなるっすよ、ヒット1本なくなりますからね。右足これ大丈夫ですか。なんかね、ぐれてますよね。おねえみたいな。あ、まあおねえでしたね。まあ、これでも悔しいですね。高評価とね、チャンネル登録をしていただければ。まあこれ見てで調してくれない。いや、してくれる方もいますよ。そしてモンスターが三振で、なんか言ってほしかったな。はい、まあ時間があったんで延長ということで、7回の裏でショート、これしっかり陣が前に落としてアウト。失礼しました。テキサスさんが怒ってます今。はい、そして見てなかったです。ここファーストフライでチェンジ。次がラストですかね、8回の表が、はい、最終回で、これフェルパー、これがヒットになるんですよ。いいですね。僕のピッチャーライナーがアウトで、これがヒットになるんですよ。おかしないですか。まあそれが野球なんでね。確かに思ったのです。そしてシャスさんがサードゴロ、きっちりサードゴロ。さっきも見ましたね。さっきも見たいですね。これ得意ない、得意ないですね。おお、危ないですねこれ。おお、相変わらず変な動きです。そしてここはセンターフライですね。ランナー進めれず、ニアに回ります。これもでも打った瞬間でしたね、テキサスですね。ヒットが出まして、ランナー1、2塁。そしてツーアウト1、2塁で、私チャンスの場面。ここも点が入らず、2試合連続完封負けとなりました。なかなかちょっと見応えのない試合でしたけども、お付き合いいただきましてありがとうございました。サシさん、ありがとうございました。初めて解説どうでした、サシさん。チ
ャッチさんどうでした？いや、シンプルに緊張しました。あと話す内容がない。ありがとうございました。